ST マイクロエレクトロニクスが送る s m m 3 2開発エコシステムによる開発実習第5弾 ADC 実習編です。電圧、電流などのアナログ信号をマイコンで処理するために必要なデジタル信号に変化を行う ADC を動かすプログラムの実装体験をしていただきます。それでは始めましょう。この実習ではマイコンに内蔵されている ADC を使って外部に接続した可変抵抗によって作られる 分圧された電圧の変換値を読み取ることを実現いたします使用する機材はニュークレーボードと ADC に入力する電圧を作る可変抵抗ボードと接続ケーブルです GPIO 実習の時と同じように CubeMX を開きます CubeMX の初期画面からニュープロジェクトにある3つのボタンのうち一番上のアクセストゥ MCU セレクターをクリックしポップアップされたウィンドウの 左側のフレーム内になります。シリーズは STM3 に F4 を、ラインは STM3 に F401 を、パッケージは LQFP64 をそれぞれ選択します。そうしますと、右側のフレームにフィルタによって絞られたデバイスの一覧を見ることができます。その中の STM3 に F401RE をダブルクリックします。デバイスを選択しますと、図のような画面が現れ、 QFP64 パッケージの図で示された STM さんに F401RE が見えます次に画面にあります QFP64 パッケージで示されたピンに直接ピンの設定をしていきます今回使うピンは1つです PA0 を ADC1 の IN0 に設定していきます PA0 のピンを探してクリックします今回 PA0 は ADC1 の IN0 として使いますので 上から2番目の ADC1:IN0 を選択します a d c のサンプルレートなどその他の細かい設定は行わずデフォルトの設定のまま行います興味がある方は左側のフレーム内にありますアナログカテゴリーから ADC1 を選択し開いたモードコンフィグレーションウィンドウ内の設定をご覧ください下の段のコンフィグレーションにおける各パラメータのヘルプの参照の仕方は 実習内でお伝えした通りです。続いて、クロックの設定をしていきます。画面上部にあります、クロックコンフィグレーションのタブをクリックして開きます。開いた画面では、コアクロックや PL、ペリファラルに必要なクロック等、すべてのクロック設定が GUI 上で行います。開いた画面の中央寄りに、HCLK の設定があります。デフォルトでは 16MHz に設定されていますので、 最大周波数の 84MHz に設定しますここまでの設定でマイコンの設定は終了ですこの後は生成するプロジェクトファイルに関する設定を行っていきます 画面上部にありますプロジェクトマネージャーをクリックして開きます。まずはじめにプロジェクトの名前を設定します。プロジェクトネームにプロジェクトの名前を設定し、プロジェクトロケーションにはプロジェクトを保存するルートディレクトリを設定します。ここで重要な注意点です。プロジェクト名やプロジェクトを保存するフォルダのパスに全角半角スペース、漢字カナなどの2バイト文字を含めてはいけません。 使うツールによってはパスが通らなくなり、プロジェクトをビルドする際にエラーになることが報告されています。次にコード生成時の詳細設定を行います。画面左側の上から2番目にあります、コードジェネレーターをクリックします。デフォルトではビルドに必要のないすべてのファイルをプロジェクトフォルダにコピーする設定になっており、プロジェクトを作るたびに膨大な量のファイルが複製され、PC のストレージを圧迫することになります。そこで、 最上段設定2番目の Copy Only Necessary Library Files に変更し、不必要なファイルのコピーを防ぎます。これで初期化コードを生成する準備がすべて整いました。設定してこなかった細かな内容に関しましては、Bet CubeMX のユーザーマニュアル等をご紹介しますので、そちらを参考にしていろいろ試してみてください。では画面右上にあります ジェネレートコードをクリックします。しばらくしてコード生成が完了すると、生成されたプロジェクトファイルを設定したツールチェーンで開くか、フォルダを開くか、一旦終了するかの選択肢を尋ねてきます。EWARM を使って開くので、オープンプロジェクトをクリックして開きます。では実際にコード生成をして、プロジェクトファイルを EWARM で開いてみましょう。ここで、 念のため、ビルドが通ることを確認します。EWARM のプロジェクトメニューから、すべてを再ビルドを選択し、ビルドします。ADC 実習では、一つのプログラムを実装していきます。 ADC の変換を開始し、その変換が完了したかの確認をした後、変換された値を読み出すとおりです。続いて、実際のコードを記入する際の重要な注意点をご説明いたします。CubeMX で生成されたコードには、ユーザーコードビギンとユーザーコードエンドのコメントの記載があり、このコメント文の間にのみユーザーコードを追記することが可能です。 このルールにのっとって追記したユーザーコードは GPIO の設定等を変えたなどなどをして再度 CubeMX にてコード生成した場合でも保護されます逆にこのコメント文の範囲外の部分にユーザーコードを追加したり CubeMX で自動生成されたコードを編集しますと再度コードを生成した際に追記したコードは消えてしまい変更した部分はすべて元に戻ってしまいますなお ユーザーがこのコメント文を模倣して記入しても、コード再生成績に消えてしまいますので、必ず生成されたコード内のコメント文の間に追記するようお願いいたします。では実際にメイン、main.c ファイルにコードを追記していきます。お手元の資料からコピーをして入力すると簡単です。まず追記箇所1箇所目です。ユーザーコード begin.pv、ユーザーコード end.pv の間に、 追記していきます。ADC で変換された値を格納する変数、アナログバリューを追記します。ADC は12ビットのデータを出力するので、32ビットの変数として設定します。次箇所2箇所目です。ユーザーコードを Begin さん、ユーザーコード End さんの間に追記していきます。実際のメインループの処理を追加します。 春 ADC スタートで ADC 変換を開始します。その後、春 ADC、Pole4Conversion の戻り値を使って変換が完了することを確認します。この関数はタイムアウトパラメータを持つポーリング処理となっております。変換が正しく完了し、タイムアウト時間内に l OK が返ってくるか、あるいは変換が終わらず、タイムアウトとなって l OK 以外の戻り値が返ってくるかとなります。 追記が終わりましたら、プロジェクトメニューの中ほどにあります、Make を選択してビルドします。ビルド完了後、エラーやワーニングないことを確認します。 では ADC に電圧を印加するための可変抵抗を接続します。必ずボードは PC の USB ポートからケーブルを外し、接合を切った状態で行ってください。冒頭スライド2で説明した回路の可変抵抗と配線色を使って説明しています。次のスライドにて詳しく説明いたします。まず、可変抵抗の黒色の信号線を接続します。 ボードの USB コネクタを上に見たとき、左側のモルフォコネクタ CL7 の内側、下から数えて10番目の20番ピンに接続します。次に、可変抵抗の赤色の信号線を接続します。同じく CL7 の内側、下から数えて12番目の16番ピンに接続します。最後に、可変抵抗の黄色の信号線を接続します。同じく CL7 の内側、 下から数えて6番目の28番ピンに接続します。接続を間違えますと、可変抵抗を左右のどちらかに最後まで回した際、電源の 3.3V とグランドがショートしますのでご注意ください。 お手元のニュークレーボードを PC と接続します。接続されると、ボード右上にある LD1 が赤色に点灯し、ボード中ほどにある LD3 も赤色に点灯します。では実際にボードに書き込んでデバッグしましょう。プロジェクトメニューからダウンロードしてデバッグを選択し、ボードにデータをダウンロードします。ボードと通信中、LD1 が点滅します。 ダウンロードが完了するとデバッグモードに切り替わります。ボードの LD1 は緑色に点灯します。次に、プログラム実行中の変数を参照する LiveWatch 機能を設定します。LiveWatch はメモリに配置された変数の値の表示を一定周期で更新してくれる機能です。EWARM の表示メニューから LiveWatch を選択します。そうすると、 ソースコード編集画面右側にライブウォッチウィンドウが開きます。今回参照する変数はアナログバリューです。ライブウォッチウィンドウに入力して設定します。それでは準備が整いました。キーボードの F5 キーを押して実行します。ライブウォッチウィンドウのアナログバリューには ADC が変換した値が格納されており、時間とともにパラパラと変化していると思います。 その後、可変抵抗を左右に回しますと、可変抵抗によって分圧された電圧が a d c に入力され、それに伴いアナログバリューの値も変化します。では実際の様子を見てみましょう。はい、では実際にですね、えー、ライボーチを使ったデバッグの様子を見ていきたいと思います。すでにボードには可変抵抗がつながっておりまして、パソコンにつながっております。 右上の LED が緑に点灯していますで。デバッグモードになっておりまして、ライブウォッチの設定も済ませてあります。参照したい変数であるアナログバリュー、こちらをライブウォッチウィンドウのところに設定していて、初期値が0の状態になっています。これから F5 キーを押して実行していきます。では実行します。 そうしますと ADC の変換が始まりましてその変換している値がですねある一定の間隔でこのライブウォッチのウィンドウの方のアナログバリューのところで更新されますこのように実行中のマイコンのメモリーの値を読むことができますでは実際にですねボリュームこう回してみますぐる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 っと えっと、今 2, 300, 2,、二千三百二千六百ね、ぐるぐるぐる。えー、12ビットの ADC なので、最大四千九十五ですね。で、どん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 逆に絞って、電圧を下げて、ここに持ってきますと、えー、このように、まあ、一ないし、え、ロあ、0にならないですね。あ、なりましたね。 というような形で、このようにアナログの変化、ボリュームの変化をこのライブウォッチで追いかけることができるようになっています。実際にユーザーアプリケーションに追加した際に使った HAL ドライバの簡単なご説明をいたします。まず一つ目は HAL ADC スタートです。ADC の設定に基づいた変換を開始します。 こちらの第一引数には ADC のハンドラーを指定します。二つ目は HAL ADC POL FOR CONVERJON です。ADC の変換終了をポーリングによって監視するブロッキング関数です。こちらの第一引数には ADC のハンドラーを指定します。第二引数にはポーリング終了までのタイムアウト時間をミリセク単位で指定します。三つ目は ハル ADC Get Value です。ADC の変換したデータを取得します。こちらの第一引数には ADC のハンドラを指定します。最後は、ハル ADC Stop です。ADC の変換を停止します。こちらの第一引数には ADC のハンドラを指定します。実際のドライバのソースコードは、プロジェクトを保存したフォルダにある ドライバーズディレクトリー内の s t m 3 2 f 4 x x h るドライバーフォルダにあります。ドライバーの使用方法に関しましては、該当のソースコードやヘッダーやコメント文、またはウェブに公開しているユーザーマニュアル1725番 UM1725 にてご確認ください。資料にはウェブリンクを埋め込んでありますので、クリックして参照してください。 では最後に動いたままのボードを止めてデバッグを終了します。EWARM のデバッグメニューからデバッグの停止を選びデバッグモードを終了します。その後 EWARM も CubeMX も終了させます。実習していただいた感想はいかがでしょうか比較的簡単に動作させることができたかと思います。 STM32 マイコンは各種のソフトウェアが準備されています。次のスライドに STM32 マイコンのインターネットで入手可能な便利なリンクをまとめましたのでご活用ください。これで ADC 実習編を終了します。5つのビデオと資料にわたりお付き合いいただきありがとうございました。 実際のお仕事にてお会いできることを心からお待ちしております。